はい、皆さんこんにちは、こんまるです。本日はですね、今日から入ってきた、お知らせが入ってきまして、月末開催スーパースターガチャというのがですね、なんかお知らせで入ってきましたんで、ちょっと見ていきたいなと思います。とりあえず6月29日より初開催となってまして、で初回が6月29日から7月の2日の14時59分までということになってまして、で出現記念星5キャラ一覧っていうのがまあここから、この下の部分まで出てきますよというところですね。でまあそれはね、まあどうでもいいかなと思ってるんですけども、まあこのガチャ概要ってやつですかね。まあ1回目が500ルビー、2回目が750ルビーとなってるんですけども、まあ3回目が星5キャラが1体確定で出現となってるんですけども、まあこれはね、3回目が星5キャラが確定するのであって、まあ記念キャラが出るとはどこにも書いてないんですよね。だから多分星5の多分初期キャラが出る可能性もあれば、まあ記念キャラが出る場合もあるし、まあそれはちょっとよくわからないというところがありますね。で4回目を引くことによって選べる記念チケットのかけらが1枚ギフトに届くということになって、で4回目を引き終わるとまた1回目に戻るということになっているみたいですね。まあ要するにこの選べる記念チケットのかけらを手に入れるのには3250ルビーが必要であるということが、わかると思いますね。それであるので、この選べる記念チケットガチャっていうのを作るのには、まあ、10枚必要ですので、32500ルビーが必要になってくるというわけなんですね。で選べる対象の記念星5キャラっていうのは、まあ、さっきと同じですね、まあ、こんな感じになってますね。でですね、まあこれを作るのにはね、まあ3万2500ルビーが必要なんですけどね、まあ例えばね、1回の、記念キャラのね、天丼が、90連で、まあ天丼ガチャが引けるんですよね。まあ天丼ガチャを引くために必要なルビーってのは、まあ、8250ルビーなんですけども、まあそれ4回回すのとね、大体同じような感じになるのかなと思いますね。まあ、8250ルビーをね、まあ、4でかけると、まあ、3万3000ルビーなので、まあ、大体それと同じぐらいの感じになるのかな、という感じですね。だから、まあ、どっちがいいかと言われたら、まあ、自分はね、ちょっとね、あの、復刻の記念を狙って、その8250ルビーを、4回引いてみようかなという感じでちょっと今んとこ考えてますね。でもちろんね、この何かしらのイベントで選べる記念のチケットのかけらっていうのが、まあ、何かしらのイベントで手に入ればまた別なんですけども、まあちょっとこのイベントはちょっと様子見ですかね、今んとこね。ちょっとそんな感じで考えてます。まあというわけで、まあ6月29日からこんなイベントが始まりますよということで、まあどんな感じになるかというところですね。じゃあとりあえず今回の動画は、以上で終わりにします。